短いですけど、命は短い。今日はソロキャンプコラボ焚き火会みたいな感じで2月の野宿を楽しみたいといつもの場所へ向かっています。先に到着していたマー君はすでに準備完了のようです。今日は焚き火会なので20年以上前に買ったホムセン激安テントを使います。ワイルドワンで売られていた簡易コットは斜めにしないと収まらないという狭さですが、このテントでしたら焚き火の火の粉で穴が開いても痛くないので安心して使えます。夜はマイナス1度以下まで冷え込むとのことなので、コットの上にサーマレストとマットを2枚重ね、そして安物シュラフを40にしてみました。結果は夜中に汗ばむほどの保温力を発揮してくれました。でもこう気にしない。リフレクターでこれぐらいの高さの、ね、なんだろうな、アルミなのかステンレスの。おお、大変ズボンが焼けてる。あやね、山椒が。動画にアップしてないけど、時々うなぎソロパーティーつって一人でやってて、久しぶりになんかそれを思い出します。食べるシーンと焚き火だけでダラダラっとした動画になってしまいましたが、ぜひ最後までご視聴くださいませ。この容器だと外に出しっぱなしで全然平気ですね。ね、朝凍っちゃうかもしれないですね。ですよね。もう前回来た時肉持ってこなかった。あ、持ってこなかった。全部魚です。あ、いいですね。魚好きにはたまんないですね。魚とエビしかも、エビと貝しか持ってきてなかった。いや、意味がなくなるな。
か、なんか先に燃えてたやつが、ええ、あの紙をかぶせたこと でなんか下で炭になってます。I've seen so many places in my lifetime. I've sung a lot of songs. I've made some bad rhymes. Have acted out my life in stages with 10,000 people watching.Is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. And darling, can't you please see through me? Oh, be alone now, and I'll sing a song.
初何時に寝てました？10時半。くらいから飲んでる時もあるね。その人とは8時間くらいずれてる。明るい人に寝ないと寝る時間になっちゃったな。近所でそう思われてるんですかね、うん、頭おかしい人がいるんだよってでもあれですよね、一般的な人ってね、キャンプって夏やるもんだって勝手に思い込んでますよね。ね、まあ、あの人たちは、まあ、あの虫のいる中でやるんですけど基本的に秋が一番そうですね、テントの中で最高に過ごしやすいっていうのは秋ですね、いや春は花粉が飛んでるんでちょっと苦手なんですけど、うん、でそういうのも同じ人じゃないですか、冬キャンプが安いっつってなっていましたっけ、あの相模原の滝があるところで行ったじゃないですか、青の肌のそう、あの下のところ名前忘れちゃいました、あそこどうでした？あんま良くない、あそこよりもその隣の青の肌オートキャンプ場の方がいいです、設備もトイレも綺麗ですし、うん、なんか冬キャンプが1人間も1000円とかなんか出てたから、あ、これは安くていいやなと思ったんだけど、あそこであれですよ、ケトルの取っ手を持ってかれちゃったそう、あそこでなんか肉引っ掛けて焼くのになんかいいのないかなと思って、ケトルの取っ手がちょうどいいなと思って引っ掛けて焼いてたらなくなっちゃった、焼いててちょっと肉が残ってたんですよ、ただ夜の間に何だろうと見たらもう持ってかれたんですよ、誰が持ってたんですか、猫が持ってたんですよ、ローズの森も単位から見れますからね、カチャ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 っていう中にあるから、イノシシだったら怖いからな、僕は起きてくる、あれはアルコールですか、あ、薪ストーブ、え、あれですか、ええ、あれはアルコールストーブ、お改造したの、また薪ストーブの中に入れちゃったみたいな、そうそうそうあ、やっぱり、そうだよね、これで僕使っちゃっていい、どうぞどうぞ、あれ全部じゃないですか、あの乾かしといたやつの半分なんです、あと半分あるんですけどね、la la 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 la
なくて、バチ。煙が。全然大丈夫なんですよね。ダメなんですかね。多分著作権がかかってて、なんていうの？要は公開で使っていいですよってなってないやつ全部ある。ああ、そうなんですか。じゃあこういうセコちゃんなんかかかってたらダメなんですね。まあ、ダメです。なんかさっきから煙と煙が追っかけてくるんだ。やっとそっちに。ずっとなんだ。俺行こう行こうにさっきから息ができなくなった。付けにはぴったりな材料です。
なんかものすげえ量になってきたんですけど、鍋。うん。こんなに食えるかなっていう量なんですけど。そうですね。でもなんだかんだで毛布でしょ。シュラフ1、シュラフ2、シュラフ3。だからフル装備にした上に4枚掛け。暑くて暑くて結構実際寒い、上半身は寒いんだけど、もうなんだろう、腰から下あたりはポッカポカというより暑くてね。結構参りました。
間、今日去年、秋に帽子の伸びた時に、かっこいいのがいますよ。あの、なんだっけ、焚き火の両側にそれボンボンって打ち込んで真ん中に落としてるんですよ。なんかかっこよかったですよ。すげえいいアイディアですね。それだって本当に売ってますね。そうですよね。これいただきます。ただ結構いい重さじゃないですか、あれって。そうですね。重量はありますね。飲んでたんですかね。あの Google ナビってあの時間で最速のを教えてくれるじゃないですか、はいはい、それで246になってたんですよね。じゃあそうですね。